木原人志は、日本の遺伝学者、京都大学名誉教授、元国立遺伝学研究所所長、理学博士、小麦の祖先を発見したことで知られる。近縁の植物のゲノムと遺伝子との関係を知り、ゲノムの繊維や進化の過程を調査するのに用いられる手法を確立したことで有名。また、水場の研究から、種子植物の性染色体も発見した。 種なしスイカの開発者でもある。木原が小麦の遺伝子の研究をすることになったのは、北大の先輩で、当時大学院生だった坂村徹の遺伝物質の運搬者という大の講演を聞いたことがきっかけ。木原は話が面白くて、感激のあまり坂村の研究室まで押しかけていったと言う。これは木原が学問に目覚め、科学者としての出発点でもあった。 しかし木原は、この後、他の植物生理学の研究を続け小麦には縁なく過ごしていたが、坂村が植物生理学の教授となり外国留学することになったため、小麦の遺伝子研究を木原に委ねたのである。めぐみ進む両出身であり、大正2年度両家、育与育年の作家を担当した。日本スキー創創期に発展に尽くした一人で、科学的トレーニングを提唱し、 スキー、テニス、野球などをたしなんだ。木原の残した言葉として、地球の歴史は地層に、生物の歴史は染色体に記されてあるというものが知られている。これは1947年観光の著書、小麦の祖先の前書きにある以下の文章をもとに後年、整理されたものだという。小麦の歴史は、 この染色体に刻まれてあって、あたかも地球の歴史が地層という書物で読めるように、ここから小麦の分類や祖先の発見がなされるのである。木原ひとし、小麦の祖先、ありがとうございます。